皆様こんにちは。本日は有名なオカルトといえばこちら、以前ひごばしアワーズでも大変好評いただきましたミステリーサークルについて、いくつか近道に聞いてみたいと思います。注意事項となりますが、これらはあくまでも近道説となります。一つの説として、ヒントとして選択肢に加えていただけますと幸いです。ではまずミステリーサークルについて簡単に紹介いたしますね。ミステリーサークル、田畑で栽培している穀物の一部が円形サークル状に倒されて形作られたものを指しています。また日本ではミステリーサークルという名称で親しまれていますが、英語ではクロップ、作物のサークルと呼ばれるのが一般的とのことです。1980年代に注目され、宇宙人説も唱えられましたが、1990年代からは制作者が名乗り出たことにより人為的な単なるいたずらとして評されることが多くなりました。これによりミステリーサークルが見つかった場合にはまずは通報することが一般的となり、近年では作物の損害についての訴訟問題や見学料の問題も起きているそうです。ではお待たせいたしました、近道さん、本日もよろしくお願いします。こんにちは。私がこれをスキャンするのですか？皆様の心に果たして救いをお届けできるのでしょうか？真面目にスキャンすることを誓い待ち、多くの皆様の何かの参考になれば幸いです。おいおいおい、台本ミスじゃわな。まあ、英検読むでよ。こんにちは。私がこれをスキャンするのですか？皆様の心に果たして救いをお届けできるのでしょうか？真面目にスキャンすることを誓い待ち、多くの皆様の何かの参考になれば幸いでし、いい感じでちゅ。ミステリーサークルの写真ですが、一つずつお渡ししますので、スキャンリーディングにて制作地、制作日時、制作に要した時間、誰が作ったのか、個人かグループか、どんな人々なのか、どのようにして作られたのか、作った理由など可能な範囲にてプロファイリングをそれぞれお願いいたします。ナンバー1、スイスで発見されたミステリーサークル。こちらはウィキペディアに掲載してあります写真となります。この図形ではミステリーサークルとしての機能はあまり発揮されません。プラスフィールドよりもマイナスフィールドが多く図形から反応しています。つまり作者であるジャベロッキーさんは幾何学とプラズマプログラムの関係性をまだ理解していないことが考えられます。これは魔法人の知識の欠如です。幾何学はそのまま生きたプログラムであり、自分の描いたプログラムをそれが何か分からずに展開している状況のようですね。ナンバー2、典型的なミステリーサークル。こちらもウィキペディアに掲載してあります写真となります。これはジャベロッキーさんが作ったミステリーサークルよりもマイナス反応がさらに強くなっています。この図形も失敗作になっていますね。かくして次の絵も実用へ表するに、あたわずの作品ばかりが来るのだろうか。一瞬不安感が込み上げてくるけど、トラウマには成長させないぞ。
ナンバー3、ドイツの麦畑にミステリーサークル出現、人々の話題の的に。こちらはロイターの記事に掲載してありました文となります。いや、これも一緒でな。ああ、どしたんえ、これ編集でもそんなに悔やまなくてもいいよ。トラウマを成長させてしまうから。誰も編集を責めたりはしない。だから諦めるな。ひがむな。歯を食いしばって前を向け。次回必ずリベンジできるから。でも保証はしないよ。トラウマに支配されるな。心をニュートラルに保て。自己不信を捨てよ。歯を食いしばるんじょ。待っとるけんなあ。本日は以上となります。ご意見ご感想につきましては、どうぞこちらの動画下コメント欄にご記入ください。本日も貴重なお時間誠にありがとうございました。